まあ、いい時間に先制点が取れたっていうのは、まあ、すごい良かった部分ではあったんですけど、まあ、その後も1点、まあ、決めてたら、まあ、勝てた試合だったと思いますし、まあ、最後残り時間少ない中でもっと終わらせ方っていう部分でいろいろできたことはもっとあったんじゃないかなと思います、はい、試合前から相手もガツガツ来るっていうのは分かってたんで、まあ、そこ負けちゃいけないっていうのは監督も試合前話してましたし、まあ、そこだけは自分も絶対負けないって気持ちでやってたんで、まあ、その部分はあんま負けなかったかなとは思いますけど、その後取った後のパスの精度だったりは、まあ、まだまだ課題かなと思います、まあ、相手も、まあ、プレッシャー来てましたけど、まあ、味方とのあとちょっとのなんだろう、まあ、意思が合ってない部分だったり、まあ、もっともっと練習で、まあ、そういう部分突き詰められたらいいのかなと思います、まあ、自らが言ってたように、まあ、自らも今日点決めて結果残してるんで、まあ、自分も負けないように、まあ、次の試合、まあ、自分が決めれたら一番いいですけど、まあ、チームが勝つのが一番なんで、まあ、勝てるように、準備していきたいと思います、なかなか、前回のアイナック戦から、まあ、勝てない試合が続いてますけど、まあ、次しっかり勝てるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。